来たー、来ちゃったのだ、来ちゃったのだ。とうとう WWDC が終わってから10時間、もう競争は始まっているのだ。アルファさんはもう動かしてるのだ。動いちゃっちゃったちゃったのだ。ふう、落ち着くのだ。この頃まだシーズンインでなかったので、中田さんとマイクラで遊んでたのだ。マイクラは今度は MC コナちゃんさんが中田さんと組んで何か始めてるのだって。いや、その話でなくて、新しい MacOS が来たのだ。名前はそのまというらしいのだ。 WWDC2023 は2023年6月6日午前2時日本時間に開催されたのだ。今から12時間前くらいにそれに合わせたベータリリースのビルドが始まり、アルファさんは6月7日午前11時までに起動に成功したのだ。もちろんこの話の大元の掲示板インセンディーマックでは、極東の日本人ということを言っているのは珍しがられるのだ。ではすぐにみんなが知りたい情報なのだ。まずベータ1のパッケージの URI はここなのだ。この4つ、オープンコアトリルー、ファットエバーグリーン、アップル ALC がまずベータで出たのだ。これはトルタニアビルズから持ってこれるのだ。というわけでこれらを用意して USB スティックインストーラーが作れるのだ。作り方の参考はアルファさんのページにあるのだ。何をもたもたしているのだ中田さん、早く YouTube にアップしないとなのだ。また何かあったら速報するのだ。